アットバコンはナフトキノン誘導体に属する化合物であり、ニューモシスチス肺炎の治療や予防に使われるほか、プログアニルとの合剤はマラリアの治療にも用いられる。商品名サムチレール。指キノンの類炎物質であり、ミトコンドリア内膜でシトクローム B への指キノンの結合を阻害し、抗真菌効果を発揮する。日本で承認されている効能、効果は、 ニューモシスティスイロベチイによるニューモシスティス肺炎の治療を及び発症抑制である。他の心筋や細菌、マイコバクテリア、ウイルス疾患の治療には有効ではない。またプログアニルとの合剤がマラリア予防を治療薬として承認されているがヒップノゾイトには効果がない。海外では下記の感染症に対して承認されている。軽症から中等症の PCP 治療。 重症例への使用は承認されていない。トキソプラズマ症、抗原中効果と治療効果が認められる。マラリア、アトバコンプログアニルとして、メフロキンよりも副作用は少ない。耐性が生じることが知られている。バベシア症、通常は蛍光アジスロマイシンが併用される。s t 合剤が PCP 治療の第一選択薬である。 スルホンアミド系薬剤へのアレルギー等で s t 合剤が使用できない場合にアトバコンが用いられる。加えてアトバコンは骨髄抑制を起こさないので増血幹細胞移植後の患者等骨髄機能が重要な問題となっている患者にも使用される。治験で見られた主な副作用は悪心、発心、嘔吐、下痢、頭痛、発熱である。 重大な副作用として、皮膚粘膜癌症候群、多形後半、重度の肝機能障害、無下流球症、白血球減少が添付文書に記載されている。プログアニルとの合剤での重大な副作用は、蒸気の他に、肝炎、単汁うたい、アナフィラキシー、半血球減少症である。ミトコンドリア内膜に存在する、呼吸さ複合体、I、i 2、3。 4のうち、3を構成するチトクローム B と指機能との結合を阻害し、P ジャイロベキーの呼吸を抑制する。P ジャイロベキーの禁煙種である、P ケリーニーでは呼吸阻害の IC50 は 0.043M であり、ヒト肝臓のミトコンドリアに対する IC50 は約150倍から600倍であるので選択性があると言える。これは、チトクローム B の275番アミノ酸の 違いによると考えられ、P ジャイロベキーの禁煙種とされるイースト菌を用いた実験では275番アミノ酸の変異で耐性が出現した。ありがとうございます。